はい、皆さんこんにちは、村長です。今日もスタジオ1の 5.2 の新機能である旧キースイッチという機能の新しくサウンドバリエーションというのができました。これはとっても便利な機能です。特に僕の場合、今画面の右の方に出てますユージャムというバーチャルベーシスト、バーチャルギタリスト、バーチャルドラマ、このようなシリーズを僕はほぼほぼ揃えています。確か12から14個ぐらい持ってたと思います。バージョン 2.0 以降のユージャムじゃないとこのサウンドバリエーションとの連携はできていないんですけれども、まあそれにしても別に標準で連携していない、例えばモッドベースであったりとかイージーベースであったりとか、そういうのも自分でキーマップを作れば簡単に操作できるようになります。今日はそこの詳しいところまでやったところで、皆さんがまだ一気には使わない場合もありますので、どんなことができるかというところに焦点を置いてご説明したいと思います。村長ミュージックスタジオ。ユージャムはこのように今 C4 のあたりにこうやってドミソとかレファラとかこのようにコードを打ちます。コードを打ちましたらこれでもうベースのフレーズを弾いてくれることになります。はい、こんな感じですね。本当に便利ですね。そして今キースイッチを入れてありましたので一旦は白紙にしてみます。その場合は今 UJAM の方に出てますようにこの A2 ですね、ラーの音、ここを指定してあるのでまずこれのパターンで音が鳴ります。はい、して教えないときはここで押してあるフレーズが流れるんですね。そしてこのサウンドバリエーション、バージョンアップしてとってもカラフルになりまして、この工具マークを押し、そしてもし下がベロシティになっているようなときはサウンドバリエーションを選びましょう。そうするとこんな綺麗なレイアウトが出てきます。ここでまず鳴らしながら視聴します。じゃあこれがいいなと思ったらこれをここにドラッグしてきます。はい、じゃあこっから後ろがこのパターンになる、そういう感じで次もセレクトしていきます。はい、じゃあこれを使おう。3小節目からここに入れたいと思います。じゃあこういう風になります。そして最後はフィルっぽいキーをこのように最後の小節に持ってきます。こういうパターンでフレーズが流れていくということです。はい、こういうふうに本当に便利にですね、演奏パターンやアーキュレーションをドラッグするだけで入れれるようになるわけですね。とっても便利な機能です。ただ、一つだけ要望があります。それは、せっかくこの今の視聴を下のキーボードででもできるんです。せっかくできるのに、あ、いいなと思った時に、上のどこだったっけと。先頭にこんな赤い印はついてるんですけれども、このウィンドウ自身は大きさが変えれないんですね。これだけしか見えてなく、スクロールをして赤がどこについているかを選択しないといけないんです。これではとっても不便なので、僕はここから選択して
そのままこのようにドラッグしたいんですね。プレソナスさんだったらもうすぐにできるような簡単なことなので、上でやるか下でやるか、たったこれだけのことに、せっかくここまでアップデートしていただいたんですから、必ずつけてほしいな。これが僕の要望です。今日はキースイッチ改めサウンドバリエーションという新機能をご説明しました。皆さんもぜひともギターやベースの専用音源のアーキュレーション、それをこのように上手に使ってみてください。もちろん自分が作ったプリセット、変更した点はここでプリセットの更新というので更新すれば、自分なりのプリセットをどんどん作っていけます。今後は多分たくさんのメーカーとタイアップして、自分が作らなくてもドラムマップのようにうまく連携することになると思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。